こんにちは、青山です。いつもはですね、ジェフの遠征記を YouTube でアップしていたんですけれど、ホームだからこそできるちょっと企画もあるなと思って、福割まで歩くという企画を始めたいと思います。この企画なんですけれども、ジェフにゆかりのある方ですねをお招きして、その企画の名の通り福割まで歩きたいと思います。ということでですね、記念すべき初回のゲストは臼井健平さんです。よろしくお願いします。まずジェフの在籍って何年と何年でしたっけ。在籍13、14、うん、13、14だと選手でいうと多分ケンペス選手とかヒョウさんとか被ってますよね、はいはい、そうです、ですよね。モロかぶり、モロかぶり。ジェフの前は清水エスパルス、清水かですね、筑波大卒で、はいはいはい、で13年からジェフに来たと思うんですけど、その時のオファーって、はい、なんかそう攻撃のポジションの選手だと結構オファーの時のイメージつくんですよ、はいはいはい、うちこういうフォーメーションでやるからこのポジションで活躍してほしいみたいな、うん、ゴールキーパーへのオファーってどんな感じで来るんですか。どうなんだろう、何のあれもないですけど来てくれませんかそうかそうか、はい、今在籍、ジェフに在籍してる選手でプレーかぶってるのが米倉選手、そうです、1年だけかな、ジェフは米だけかな、うん、いないけど、トシユキはエスパルスで、はいはい、あ、そうかそうか、やってるからジェフじゃなくて清水で被ってた、はい、すごいの、すごいでしょ、面白いよ、後ろもさ、そう見えるそうだよねで、19年に引退されたと思うんですけれど、あれ、ジェフにまたスタッフとして携わるようになったのは20年からだから、はい、じゃあもうその選手引退後も最初のキャリアとしてもジェフなんです。そうです、ね、なるほどなるほど、ありがとうございます。ちなみに今ってどんなお仕事されてるんでしょうか。今は普及部っていうので、うん、まああのちょっと所属中に名前が変わって、はい、社会連携グループ普及部みたいな感じで、まあ、ずっと社連とかそういう活動の、はい、本当に窓口のような存在としてはい、はい、子どもたちと参加するっていうのがまあ主な仕事で、その中にスクール活動があって、ちょうど今、はい、あれですね、春休みで、そうです、スクール授業がある、息子も今行ってきましたなるほどスクール帰りですね。あ、じゃあ、あの中村寄っていいですか。ちょっと中村行きたいんですよ、僕は行ったことない。あ、全然あれですか、なんか食べるの決まってます、もの特に決まってないです。あの、じゃあギャラとしておごりますそっか、行ったことないんですね。ないんです、死ぬほど撮ってんの。そうですよね、プライベートっていうか、はい、引退してから福割で試合見るってそんなにないですか。いや、ないです、引率ぐらいか。プライベートで、うん、J リーグの試合見るってことはないか。まあでも仕事にしてたもんな、それを、はい、じゃあ中村に並びましょう。まあ50番だし、ジェフに。で、今日の中村こちらです。そっちへ馬くんだ、よいしょ。中村さんがスタジアムで売ってるものとお店で売ってるのが違うんですよ、うん、今シーズン。あ、そうなんだ。そうそうそう。で、お店だと新潟名物タレカツ丼で、スタジアムだとイタリアンって、新潟のイタリアンって分かります。新潟、あー、分かる。焼きそばにミートソース乗ってるやつ。はいはいはい、うん、あれなんですけれど、ちょっと僕が今日タレカツが欲しいんでタレカツにです。ありがとうね、カメラマンしてくれて撮影者息子って書いてあるこれ一番新しいやつですよ。そう、この間中村でも地上波で見ました、ね、見ました。僕も1枚写真提供して使ってもらったんですよ。要はあんな企画、あのゴールデンタイム地上波でやったみたいな。あ、中村町なんですけれど、在籍中で一番思い出に残ってる試合ってありますか。
ぱり2014年のプレーオフの決勝、山形と。あ、はい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 。あの時ってベンチ入りはしてないです。してない。どこで見てました？あ、もうスタジアムの中で見てました。スタジアムで試合に出れてないので何とも言えないですけど、出れてないけど、うん、やっぱあそこで感じたものっていうか、うん、まあ、あの実際ピッチに降りてって、はいはい、サポーターの方々にこう挨拶に、まあ、全員で行ったんで、はい、そこはすごい印象的というか、うん、感じです。まあそこで僕自身のジェフの試合は、はい、まあ、1回終わったので、ご自身メンバー入りされた試合とかで、うん、覚えてるなってのありますか、ジェフの。そうです、まあ、でもやっぱりあの天皇杯のレイソル戦は結構印象的で、あの地獄の PK 戦の時ですからね。マードがデビューしたり、はい、シュンもデビューしたりと、はいうところで、まあ、シュンはあのライバルだったけど、うん、まあ、やっぱすごい、まあ、いい活躍してたし、まあ、今も活躍してるんで、今年対戦ありますからね。アドも、まあ、すごいあんなに活躍すると正直思わなかったんで、まあ、今もすごいですけど、はいはい、まあ、そういうところで、まあ、自分も頑張らなきゃなっていうのはすごい、ね、感じた試合ですね。なんか、まあ、あの総力戦だったんで、あれは結構ショーとかも出てたし、出てましたね。そう、あれで勝てたのすごい、チーム内の雰囲気はかなり良くなりました。やっぱそのプロデビューしてからの後の、うん、伸び方っていうか、まあ、今のアド選手もそうですけど、はいはい、結構差が出るとか違うもんなんですかね、選手たちの中でも。そうですね、本当だから本当に誤差だし、うん、チャンスがいつ来るかも分かんない、まあ、僕もそうですけど、はいはい、っていう中でやっぱりこうギュンギュンっていくんで、うん、本当じゃあ些細なきっかけでいきなりバンって跳ねるっていうのがあったりっていう、難しい世界だな、やっぱり。そう、うん、OK です、ありがとうございます。じゃあ初中村ということで、はい、じゃあこちらへどうぞ。ありがとうございます。競争しよう。競争しよう。シンプルに、はい、選手時代でも今でもいいんですけれど、はい、やーいやー、じゃあそこまでね、行くよ、行ってからね、はい、よーい、はい、ドン。走りながら取材はしんどい。はいはい、選手でもスタッフでもいいんですけど、はい、ジェフっていうクラブに来て良かったこと。あ、でもやっぱ人との出会いじゃないですかね。出会いが多い、いい人が多かった、はい、いい人が多い、まあ、当時ベテランが多くて、はいはいはい、選手の時ですかね。そうですね、まさとしさんとか、うん、まあ、ゆうとくんもそうですけど、はい、うん、まあ、ひょうさん、うん、まあ、ひょうさんはあれですけど、あきらくんもそうですし、まあ、結構いい、あげればキリがないですけど、はいはいはい、そういい人に出会えたなっていうのはありますね。なんか当時所属してた選手たちでこう引退後チーム離れた後もこう、はい、なんか交流があったりとかそういうのってありますか？キーパーは結構な、今も LINE あるんで。岡本さんと LINE、はい、グループがある、大久保拓夫さん。そうなんだ、はい、3人のグループが。何喋るんだそれ。3人ね、2人で岡本さんをいじるっていうラインです。ただ、いやでも岡本さんにしてもね、あの状況から今 J1 行ってルヴァン出てるってすごいっすよね。すごいっすね。そうだよな、かなりいいキーパーだったなっていうのは、うんうんうん、ありますね、岡本さん。なんか、まあ、ライバルっていうか同じクラブで同じポジションで切磋琢磨してたとしてもやっぱ、はいはい、この人キーパーとしてやっぱすごいなみたいな、そんなものあったんですかね。そうですね、変わったような感じだけど、結構考えてサッカーしてる系の人だと思うので、意外となんかこうサポーターからするとちょっと面白いキャラというか、はいはい、そういう役をね、そうですね、やってくださることが多いので、はい、はい、じゃあ最後の質問にしますね、はいはい、じゃあ宇津井健平さん、はいはい、あなたがジェフチワで叶えたい夢は何ですか？夢なんだろう、でもみんなでなんか応援するっていいよねっていう文化みたいなのを、うん、こう、まあ、ジェフを含め、うん、
日本中に届けられる可能性があるんじゃないかっていうのはあるので、はい、それはめっちゃやりたいですジェフでやりたい、はい、じゃあ改めましてケンペイさんありがとうございました。持ってるしブレブレだよ、よいしょ、よし、ありがとうございます。